あ、もしもし。あ、京本だけど、風邪大丈夫？って休んでるから大丈夫なわけないか。あ、ごめんって、いつも元気なのに風邪のせいで声から元気ないの伝わったからさ、なんか変な感じしちゃって。お前授業遅れるの嫌だって前言ってたじゃん。だからさ、今からお前ん家に今日の授業のノートとプリント持ってくから。あ、掃除とかしなくていいから、おとなしく俺が来るまでいい子で寝て待ってて。返事は？はい、よくできました。じゃあまたね。もしもし。俺だけど、なんでメールも電話もくれないの？もう俺のこと嫌になった？本当ごめん、俺が子供だった。ちゃんと謝りたいから、今からそっち行っていいかな？あ、もしもし。え、なんかもう10時過ぎてるけど、まだ仕事？あ、ちょうど終わったとこ。あ、よかったよかった、お疲れ様。女の子がこんな夜に一人で帰るの危ないし、会社の下まで迎えに行くね。もう向かってるから、すぐ着くよ。じゃあまた着いたら折り返し電話するから。あ、もしもし。無事に家着いた？今日はありがとう、久しぶりに話せたし、高校時代に戻ったみたいですごい楽しかったよ。あのさ、実は高校卒業してからお前のこと忘れられなかったんだよね。今からじゃもう遅いかな。